第5回筆文字合同展が日本筆文字協会の主催で神戸市の元町商店街にある水瀬画廊で開催されました。今回のテーマはあるがまま。とても素敵なテーマなので私も作品を出展させていただきました。初日の第1日目11月12日にこの合同展を主催された一般社団法人日本筆文字協会の代表福士加太郎さんをインタビューさせていただき、この初日にパフォーマンスを披露された私の先生である浦川千彦さんをのパフォーマンスを録画しました。これが私の作品、画殿飲水です。自分の利益、自分の都合、自分の理屈、そして自画自賛、自分の道、好きなように生き抜く。私の好きな言葉です。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。